で、どうも、帰ってきたバカッター警察交番勤務の PDR さんです。3ヶ月近く何してたの？働きたくないから殉職したふりをしてた。3ヶ月も辛くない？それバカッター見るよりはマシだった。あ、そう。リフレッシュができたということで、久々にバカッターを取り締まりたいと思います。でもその前にぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではパトロールに行ってまいります。相棒、早まるな。だってこいつキュンをポケットからじゃなくてパンツから出してんだよ。しかもアイスを食いながら。相棒、よく見たらパンツじゃないから。何落としたの？キュンです。キュンはいいから家に帰ってズボン履けよ。だからちゃんと履いてるってよく見てみな。確かにちゃんと履いてますね。ほら、赤ちゃんだったら懲役20年。わー、いきり横揺れダンスで小柄な女性を威嚇するとか素敵。超モテるんだろうな。女の子がもう磁石のようにくっついてくるんだろうな。あの横揺れダンスのエアタイムを見ただけで濡れる女が続出。それぐらい超かっこいいね。17歳の男子高校生が先月半ばから行方不明になっていることが分かりました。日本にもこういうロールプレイかっこつけキッズいたんだ。警察は事件に巻き込まれた可能性もあるとみて捜査を進めています。ねえ、有名人になった感想は？ほら兄貴、また俺のスイッチ勝手に。母さん、兄貴また誘拐ごっこやってるよ。やめさせてよ。俺もこいつのせいで超学校でいじられてるから。わあ、パトカーの前でいきり横揺れダンスとか超パンクだねーと言いたいところなんですけど、なんかキッズの中におっさん一人混じってないか。1ミリも面白くないのに笑ってあげる友達優しい。警察の方、いつもお疲れ様です。警察がもし間違えて全員引き殺したとしても、この映像を裁判で見せたら確実に無罪ですよね。街中歩いてても、俺たちよりもかっこいい人見たことない。どこにいるの？わら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 。店長、店長。はい。質問です、うん。あ、よくあるやつだよね。店長、店長って。現在、メンズエステで働いてます、うん。ほとんどのお客さんから抜いてって言われます。え、抜いてって。うん。風俗行けよ、キモ親父が。どうしたらいいですか？そりゃ、セクハラだから、そいつを出禁に。あー、この仕事めちゃくちゃ言われるよね。めっちゃ言われるの？それだったら、禁止事項の張り紙を徹底して、そういうやつは出禁にして、あと怖いお兄さんが裏から出てくるとか、そういう人を雇った方がいい。だけど可愛くかわすのもお仕事だからね。は？あなたのもらってるお給料には施術に対する技術料だけじゃなくって、場の空気を壊さずに盛り上げるテクニック料も含まれてるからね。こいつ頭開いてんの？可愛くかわす練習頑張ってみてね。バイバイ。なるほど、セクハラされたら自分でどうにかしろと、店側は従業員を守る気は全くないと。ブラック。チコチコチン、ガンシャガンシャ。桜木教授のお言葉を借りますと、中学レベルがよくいる自分の下ネタが面白いと思って場を凍りつかせるセクハラ上司じゃん。僕はみんなのことが大好き。キンタマン、コンドー、ムケムケチンチン、どっこいしょぼしょぼチンチン、イエーイイエーイ。まだあんのかよ。 PDR さんは下ネタ大好きなんですけど、テオくんがやってることは下ネタのオーバーキル。
普通に面白くないだけじゃね？中学生みたいにいろいろ下ネタを詰め込もうとした結果、もはや下ネタとして成り立ってない。寒いだけ。でも一切恥ずかしい素振りを見せずにその下ネタを言えることに対してはリスペクトしかないです。てか何の恥ずかしげもなくスカイピースという超痛いグループで活動してることに対してもリスペクトしかない。相棒ということで皆さんもしバカッターを見かけましたらPDRの PDS までお願いします。 DM も開放してるのでそちらまでもお願いします。じゃいてってこれギフにしないでねいや皆さんはバカッター警察の復活についてどう思いますか？もういいよって思ってますか？ PDR さんちょっと思ってますということで昨日このチャンネルとメインチャンネルでも動画出したんでどちらもチェックしてください。では